ベッキーさんはてっきりレイザーラモン HG と結婚するとばかり思ってましたっていう。なんでよ <laughs> どういう意味 <laughs> まあ派手なのが好きとかそういうことですかそういうこと。あでも一時期レイザーラモン HG さんにドキドキした時があった。うん、何があったんですかど,どっちがですかな中身の方かあのキャラのうか。えっと。 お忙しい時にかっこいいなって思ってて、まあ身長高いし筋トレもしてるから体もちゃんと整ってるし、で割と面白いから、ね、優秀ですよね。うん、私なんかキャラを徹底してる感じがなんかカッコいイって思ったのか、なんか教員した時にスタイリストさんがはい、はい、ベッキー H.T. さんのこと大好きなんですよって言ってすごい照れちゃった思い出があります。<laughs> <laughs> もう本気で照れちゃった。ちょっとそうそう照れちゃった。<laughs> H.T. さんも最近見ないですけど元気ですか？いや活躍されてますよ。 あ、そうなんですかもう今でもあの感じでやられてるから、もう最高に。ギリギリですね。いや、もう最高です、最高です。<laughs> <laughs> あまだあのギリギリのラインを攻め続けてるんですね <laughs>。そうですね,そうですねむしろ僕の中でちょっと今好感度逆に上がりましたね。もともとすごい好きだったんですよ。初めて見た時にハードゲーが幼稚園の子供と一緒にあの絡んで遊ぶみたいな番組ですげえチ違いが出てきたと思ってめちゃめちゃ面白かったんですけど中の人超まともじゃないですか学生プロレスやってたりとかな、ねうんただその一線を越えないしで結婚する時とかも世間のこういう風に見られるっていうのと自分たちはこうですとかいろんなところ配慮して動す あすごいまっとだなと思ってさすがにだから今の時代はもう無理かと思ったらまだギリギリのラインで攻めてるんですねうん私そんなにいっぱいバラエティ見てるわけじゃないけどたまに拝見するとあのまんまでフーってやられてたりとかしてでもインスタとか見るとその素のちょっとかっこいい感じで出られてたりとか 2>,、はいえー、2, 2つの顔をなんか使い分けてる感がじゃあちょっと後でググっときますへえーうん